どうも、トマッピーです。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日はなんと格闘技界のレジェンド小比類巻さんの小比類巻道場さんにお邪魔させてもらってます。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんかこうやってこう横に並んでるのがおこがましいというか、はい、大変恐縮なんですけども、はい、この間ヒカルさんの企画、はい、バトルミリオネアでありがたいことに今度おいでを教えてあげるからと言ってくださってお言葉に甘えて来ちゃいました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの道場めちゃめちゃ綺麗ですね。さっき先に着替えさせてもらって、はい、こいつとかこのフロアの綺麗さに驚いてたんですけど、はい、やっぱり結構こだわってらっしゃるんですか。去年9月にできて、はい、あ、新しい。あ、そうなんですよね。で、いろいろ考えて、はい、考えて作りました。考え抜いて作ったんですね、はい。めちゃめちゃ綺麗で、なんか美容室とかエステサロンとかそんな空気感すらあるような。あ、そうか。はい、大体ここをいつも動画に映ってて、はいはいはい、見たことなかったんですね、ホッタハイリアを、はい、めちゃめちゃなんかおしゃれな色かつこうスタイリッシュにいろんな、なんか家具の斜め置きとかされてる部分もあって、はい、素敵だなと思いました。ありがとうございます。すいません、そんななんかあれですね、ヘラヘラしてたらよくないですね。これから稽古してもらうので今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあトレーニングをいいですか。お願いします。はい、それって大丈夫ですか。軽くシャドウで。はい、じゃあシャドウだけリュウダーシャドウで。はい、はい、スタートです。で、ちょっとストップです。はい、そしたら今、はい、で立ってるところですよね。踏まえましたってなると、はい、突然この頭の位置が低くなりました、はい、これって動物もそうなんですけど、はい、背が高いキリンさんとか、はい、みんなかかっていかないですよね。あ、いかないですよね。だけど低い動物だったらいけそうだって生理的になりますよね、はい、背高いじゃないですか、はい、わざわざ低くする必要ないですよね。だからアップライトの方があると思います。あ、そうですか、うん、はい、アップライトで堂々と構えて、要はこの胸がふってこう縮まってるんですよ、はい。これ何かというと、例えば空いていますね、はい、空いていて、別にここにいたらここに来ないから胸張ってて立っても大丈夫じゃないですか、はい、でも近づいていく、近づいていくたびにパンチが来る可能性があるんで、こうやってガルシャなんですね、はい、だけど離れれば離れるほど別にそんなパンチはない、はい、こうなるんですよね、離れてから、はい、これがいきなりさあ始めました。いきなりこっからスタートしてるんですよ。ああ、はい、わかります。さあスタート、はい、もう殴り合いよっていうスタイル、はい、背高いんでこれをやってしまうと相手もその位置に入りやすい、はい、そうすると相手今度は対戦でパワーありますよね。あります。相手の土俵に最初から乗っかっていこうとしますなのでわかりました。軽くポンとジャンプしますよ、はい、おお、そうですね、はい、で軸切るですよね。で、これもね、無理やり脇締めて無理やりグッて押しようとしてるんですよ、はい、これ普通に、まあ、1目では前に上がりしてグッて入れます。でこの肩、はい、これ手上がれば上がるほど肩力入りますね。そうですよね、はい、で一番いいのは肩全く動いてないこの状態が一番です、はい、一番強い感じです。なので、うん、最初ね、はい、この手を肩の位置ここです、はい、肩の位置ここです。これで普通にやってみましょうか、はい、このストレートもこれ以上出しちゃうとバランス悪いですよね、はい、なので最初のジャブを構えて長くそれに対して、相手この辺にいます、はい、一歩前に出てそう、はい、で、ダイビングするとも下がって下がって下が回っていないですよね、はい、これ意識していきましょう。なんで短いじゃなくて、はい、長い長い、これしっかり確認して確認したい、はい、うん、切りましょう。うわぁ、はい、では、そう、そうそうそう、肘が伸びればいいです。そう、 OK、OK、いいじゃないですか。長くなりましたね、はい、そしたら今足を見てくださいね。足見てくださいね、はい、今度はこうなんですね、足が、はい、このつま先向こう向いてますよね。このトマッピーさんの場合は、はい、これ忘れちゃってるんですよ、はい、この足がでストレートを受け止めて、はい、ストレートをしました。今度にそう足見てるか、こっち向いてる、はい、膝も向いてる、ね、はい、こっち向いてる、はい、押しますよ。うん、そう持ち上げるように、はい、そう前に向かってね、はい、ここにグッと近いです。
ちゃくちゃ美味しそうですよね。はい。なら止まりますよね。OK、そしたらもう一回ね、今度ね、キック。キックもやってみましょう。はい。もう一度いきましょう。はい。OK、そしたら、はい、手で戻すときつそうですよね。はい。戻す。だったら最初から回っちゃってください。はい。うん、で、そこからワンツーいきます。そう、これができればいいです。はい。そうそうそう、あともちょっと、そしたら、はい、こう当たりますね、はい、もうちょっと、ね、おそうそう、はい、なら膝も曲げてね、はい、うん、足大丈夫、はい、いや、これをこうしなきゃ、あ、そう、はい、うん、そんな感じでちょっといきましょう、はい、蹴った方の手はまっすぐ押してます、はい、まっすぐ押してます、そう、よいしょ、3、4、はまえて、すげえワンツーでる、この手で体勢に持ってるわけ、はい、よいしょ、もう一回入って、膝も入れて、うん、そこからワンツー、そう、はい、膝、あ、小平森さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。なんかだいぶこう、新しい発見だったりとか、またこう背中を押していただけるようなお言葉いただけて感謝感激です。ご視聴ありがとうございました。今までいろんな方を教えてこられてると思うんですけど、素人対素人の戦いに向けて素人を教えるっていうことは今までありました？結構それも、あ、だからここ最近、はい、そのブレイキングダウンが始まって、はい、教えてくださいとかコラボしましょうっていう声があって、うん、そこで初めてっていう感じを教えました。あ、動画でいつもいろんな方とされてますもんね、はい、例えば青汁オージーとかもこちらにいらっしゃってると思うんですけども、はい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 、住人に帰戦に向けての指導みたいなのもあったわけですか？うん、ね、その後です。あ、後ですか。その後に僕が見て、はい、あの一回ほら鼻血出しながらやってられましたね、はい、うん、あの試合見て青汁王子は顔をそんな傷つけたら、はい、まずいんじゃないかなと、はい、青汁王子は青汁王子のスパイトスタイルがあるんじゃないかなと、はい、それをちょっと教えたいなと思って、あ、うん、来ましたね、うん、なりますね。大事だと思います、ね、あのやっぱりこういろいろ今までもこうなんかいろいろこう先輩方とか師匠とかに教わってさまざまな要素があって、でそれを相手によってどう出していくかどう組み合わせていくかっていうことなんだろうなっては感じたんですけども、素人同士向き合って短い時間でやると結局そのぐちゃぐちゃの喧嘩みたいな感じになっちゃいがち、はいはい、だってこの間炎上万博で試合させてもらって思って、はい、そのぐちゃぐちゃな試合になっちゃった時にそれを制するにはなんかどういうコツがあるのかなとか、どういう風にすればいいのかその状況でっていうのがなんかアドバイスあればいただきたいんですけど、ちょっとじゃあ2つ今思い浮かんだのがあって、はい、まず1つは相手がぐちゃぐちゃできてるなって思ったら、はい、これ気持ちで負けちゃいけないと思ってぐちゃぐちゃでいこうとするじゃないですか、はい、これってそうでしたこれって、はい、やっぱりもう自分しか見えてないんですよ、はい、うん、来たから俺も行かなきゃ、はい、自分しか見えてないんですよ。でも逆に相手の気持ち考えたら、はい、これガーンって行きたいと、はい、倒しに来てると、じゃあその倒しに来てるのをブロックしっかりして、はい、がっちりブロックしたら勝手に相手疲れてくれるじゃないかな、はい、ってなるじゃないですか、はい、向こうガーン行ってるけどなんか倒せないし当たんないな、どうしようどうしようって、はい、はって一息ついたら息がかかってくる、はい、
じゃあ俺行きましょうか、はい、なるじゃないですか。でこういうことをやっぱりこう最初は自分しか考えないから俺も行かないとやろう、でも相手の気持ち考えたら、あこいつこうやって苦しんでるからあとは行こうかなっていうふうに、はい、ちょっとキャリアを積むと覚えてくるんですよ、はい、でまずこれを一つ覚えていく、はい、だからガーティフライデーにはブロッキングをしっかり覚えるってことが一つ大事なんです、はい、これはね、あのブロッキングも実は足元からなんですけど、こうなんだろう、じゃあ家があって、はい、でガンガン台風来ました、ぶつかりました、ね、土台がしっかりしたのが折れますよね、はい、足元しっかりしてると大丈夫ですよね。なんで防御ってのは足元で、ね、ガツガツとカチッと固めていきます、はい、まあ、それ今日教えなかったんですけど、はい、うん、まあ、それをやるのと、あとは例えば試合2分間ですよ、2分間ずーっとこう 100m ダッシュします、はい、疲れますよね、めちゃめちゃ疲れますで僕試合見てて、ね、はい、すごく面白い試合があるなとか、例えば那須川で、はい、綺麗な動きしてみたり、いきなりフェイントかけてみたり、はい、ぐるっと回ってみたり、うん、あれって見てると芸術でアートが面白いんですよ、はい、で音楽も僕いつも音楽って言うんですけど、音楽のメロディーがドーって言ったら面白くないですかね、面白くないですねこれがドーレードーレードーレードーレもう面白くないです、はい、でもドとかレとかミとかソとかいっぱいあって、その中にババババンってリズムがあったり自然だったりとかってあるじゃないですか、はい、これって2分間聴いてられるじゃないですか、はい、これをみんな素人はドーンっていっちゃうんですよ、はい、で最後ドーンっていってトントントンになっちゃうから、はい、見ててあーで、あのプロの選手たちは、はい、あーって言ってわーって見ちゃうんですよ。前回あのドーンって言ってドーって僕も行こうとしてて、そのドーのぶつかり合いで押されまくったけど、その押されまくった結果相手がその疲れてトントントンって、たまたまエンタメ試合っていうのもあって延長入って相手が疲れて勝てたっていう感じだったんですよ。だからそのお互い一生懸命なんだけど、そのまさに A メロ B メロサビとかもないし、こうなんか一生懸命だけどみっともなさがある感じで、なので、まあ、相手がガー来るならその冷静にちょっと引きながら次の手を考えていくみたいなのもいいってことですね。そっちの方がむしろいいですよね。相手結構腕力がすごいそうなんで、これまあ多分熱心な方なんでこれも見られてると思うんですけど、うん、そうですね。だから僕なんかはもうこうね、試合もしてきてミッド打ちもサンドバッグもあるんですけど、はい、シャドーボクシング一番楽しいですよ、うんうんうん、やっぱこう自分でペロって言いながら、はい、打ってみたり防御してみたりかわしてみたり、うん、打ってみたり回ってみたりいろいろできるんで、はい、あ面白いですよ。僕もちょっと楽しく相手をイメージしながらシャドーをしっかりやっていきたいと思います。あと今日教わったこともあの身につくように、はい、この後も今日練習僕行くんで、はいはい、そこでちょっと復習して、そうですね、復習して頑張りたいと思います、うん、今日はありがとうございました。頑張ります、よろしくお願いします。あ、それと小比類巻さんの、チャンネル概要欄から、ぜひ見てください。僕あのそっちでもまたトークしていただいたり教えていただいている姿映ってますんで、はい、トーク内容別になってますんでよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。じゃあ。